ケツの門はいこんばんは決めんしの大蔵でございますこっからの1時間は毎月最終土曜日午後11時からのオンエア月1番組決の門でございますいやいやいや名古屋ジップ FM のスタジオからお送りしております生でございますね1時間の生放送ということでありがとうございますだいぶ涼しくなりましたね、えー、特にね何ですかね夜と昼の寒暖差っていうんですか、えー、非常に涼しくなってきたなって特に僕は今思ってます なぜ特にかとというと、ええ、ハワイ行ってました,ハワイ行ってたんでねすいませんハワイからね比べたらやっぱちょっとね涼しいかなーなんて思っちゃってねはいちょっとやらしい感じで始まっておりますけどそうなんですよあのー、我々ケツ師ですね初めてケツ、あのー、ハワイでライブ。 やりましてですね以前はですね、あのー、ファン感謝的な感じで日本からファンの人たちを連れて、えー、ハワイだったことあったんですけどハワイのね本当にグリーンルームフェスというのにちゃんと参加させていただいてビッグマウンテンいましたからねビッグマウンテン。それからあの地元のバンドさんもいてあとデフテックさんと。 この4組で、えー、やらせてもらってですね、なかなかね、まあ、あのやっぱりですね、日本人の方、えー、日本から来られて、血、え、明、ー、し見ようっていう方もいたし、ハワイ在住の方もいたし、もちろんロコの方もいたり、えー、もうね、いろんな、いろんな方々が見に来る、少しね、ゆったりしたフェスかな。みんなが全員立つっていうよりは、後ろにこう芝生があって、芝生にこう敷物なんか引いて、ファミリーでこう、なんかこう、なんかこう揺れてる、揺れてる感じっていうんですかね。 もう夕焼けもね、なんか初めて見ましたね、ああいう夕焼け、パープルっていうんですか、ここううなんかこう幻想的な空になりましてね、まあ本当にいい思い出ができました、夏の思い出っていうんですか、あのメッセージも来てまして、と、えー、この方は、えー、桑名市、三重県の真地さん、ありがとうございます。グリーンルームフェス、いかがだったでしょうかと。えー、国が違いが国が違えば、好みが違う。 黒髪が良ければ髪金髪もいいって感じですかねって書いてますけど僕は黒髪の方が好きですありがとうございますあとはですね今日は大ニュースでございますあのー「スカパー見たよ」とかね「あのー、今スカパー見てます」とかありますけどええー、あのー、やっとアルバムができましたそれですねもうはいありがとうございます10月の26日発売なんですがええー、なんとどこよりも早く今日、えー、アルバムの曲今日解禁します 解禁でございます。この16曲入りなんですけどえ、これとこれとこれだけしかかけちゃいけませんっていうのがね。だいたいあるんですけどえ、全部言い,いそうです。すぐ緩いなっつってゆるいゆるいなっつってねえー。16曲まあ、時間の許す限りえー、ここであの宇宙発日本発世界発はい。かけさせていただきますんでよろしくお願いします。ケツのポリスもなんと10枚目でございますね。えー、もう10枚目ですよ。 あとねもういろいろウェブニュースとかホームページでもいろいろ解禁になるんですがジャケの方も解禁されたということでありがとうございます。まあ、こんなジャケ解禁って言ってねこんなおっさんね4人並んでる邪気を <laughs> そんないちいち、ね、大きく解禁しましたみたいなね、えー、そこまでじゃないんですけどねまあまあしれっと、えー、23時から、えーあのー、ジャケを解禁でございます。 興味ある方はちょっとちょどっ,ってこう探っていただけるとはい見れるようになっておりますの、ね、でよろしくお願いしますあとはですね今日は盛りだくさんですね、えー、名古屋グルメをご紹介のコーナーもあります10月の6日木曜日から開催される第6回名古屋グルメ選手権名古屋というそうですね名古屋グランプリ、えー、名古屋の老舗料亭が出品する美味しい丼と名古屋の有名居酒屋による美味しいラーメンが今日はやってきます ダブル炭水化物でございます、ねはい、あと大喜利メッセージテーマはで「K2 目」でうえを作文、えー、あと「エッチな川柳ももいろ川柳」その他番組宛てにいろいろ届いてるメッセージも紹介していきますあとはあの「ハッシュタグ#えー」でツイッターの方ツイートお願いします「ハッシュタグ #ZIP ケツメ」ですね「ZIP」は英語で Z「ZIP ケツメ」はカタカナで「K2 目」でツイートくださいませメッセージを送ってくれた方の中から抽選で大蔵のサ位に「に「 番組特製ステッカーをプレゼントしますそれでは決名詞大蔵による決の門「ケツノ門今日は早速アルバムから1曲かけさせていただきますこの曲はあのハワイでも、えー、ライブさせていただきましたいやーもうねどんな感じかってどんなんだっつってやっぱいい感じだなということでね、えー、1曲目はケツノポリス10からケツノポリス10からどっちでもいいですけど、えー、1曲いかせていただきましょう聴いてくださいいい感じ やってまままいいりりしたね初解禁でごござざすすありがとうございますこれねあの日産のライブの時の「いちごの夜」ですねあのフィナーレでかけた曲ですねあのこうぐるっと1周回ってたと思うんですまあ行った人はね分かると思いますがその時にもかけてた曲でございますいい感じこれがねハワイのね空と空気にバッチリ合ってね非常にいい感じでライブさせていただきましたありがとうございますこんな感じで曲をいっぱいかけていきますんでよろしくお願いしますいい感じでした 改めましてねやっておりますケツの門でございますなんか答えが長くなっちゃいましたけどあのー、ねいろいろメッセージもいっぱいいただいておりますありがとうございますねアルバムの発売がすごく楽しみですっていう一宮市愛知県一宮市のアキラアキラ君ありがとうございますそこで質問なんですがアルバムを作成する際は全部で何曲くらい作成するんですか教えてくださいまあ言うても16曲なんですが みんなで、ね、あのこううちはプレゼン形式なんですよね。こんな曲やりたいあんな曲やりたいっていうですねまあ何て言うんですかね骨組みみたいな簡単なものを出す作るんですけどそれぞれがメンバーが。出集めて多分100曲ぐらいになってんじゃないかな100弱ぐらいうん50は超えてたと思う5050 50うん結構毎回違いますけどねだいたいそれぐらいまあ骨組みを作ってまあ今のタイミングかなとか。 この,この曲いいねっていう,こう選考会があって選ばれた16曲という、まあ、そんな感じでございますけどねまあまあまあやっとできましたよ本当に完成したあとは皆さんに10月の26日にお届けするだけでございますありがとうございますツイッターも来てますあまさにいい感じすぎるありがとうございますタニーパミパムねえアルバムの曲嬉しい鳥肌みゆさんかなあ僕の名はミミズトミズトっていうのはこれ 三浦さん初聞きです友達が大ファンなんで聞いてみましたいい感じ楽園というか南国館出ていいですねっていいじゃないですか友達が大ファンお願いしますぜひライブにも友達が大ファンありがとうございますフィナーレの曲ってすぐわかりましたとかね千野さんありがとうございますいい感じいい感じねいやいやいい感じいい感じいい感じすぎるどんな感じいい感じっていうねはい。まあ、早くライブでもやりたいですね続きまして岐阜県の歩む くんかなはいありがとうございます、えー、日産スタジアムライブは最高でしたそうね今日はねテレビでもねやってましたから臨月の妻を残し参戦した甲斐がありました冗談をさておき子供も無事誕生おめでとうございます出産に立ち会う親になると自覚とこれからは子供の未来も作っていかなければならないと責任感が芽生えました本当に感動しましたこれからも素晴らしい曲を産んでください僕らに届けてください子供たちにも決明しの曲はこれからも伝えていきますそうなんですやっぱね若い子にちょっとこう聞いてもらえるようにね子供がこれからのこうライブに来たりとか。 えー、曲を聴いたりとかする世代になってきますからぜひもう早い段階からすり込みすり込みでよろしくお願いしますありがとうございます、まあ、結構あれですね日産スタジアムの感想が多いですねありがとうございます、えー、岐阜県高久君ありがとうございます日産スタジアムライブお疲れ様でしたそして15周年おめでとうございます えー、本当に最高な時間空間でした今は完全にケツメロスですぶっかけ石から周りを見,、ま、見渡しましたがすごい光景でしたステージから見た7万人の景色はどうでしたかすごかったですもう一人一人の顔がもう全く見えないんでとにかくすごかったです圧巻でした本当にねこういう景色を見させていただいて本当にありがとうございますえー、っとねライブ本当ライブ多いですねあこれ面白いね 岐阜県の高くんありがとうございます。大蔵さんんはどんなバイトをししてましたかおー僕初めてやったのは、まああのー、居酒屋さんでしたね皿洗いをずっとしてたりとかですねあとはあのー、ライブの設営っていうんですかそのバイトもしたことありますね僕あのチューブさんの、あのー、ライブ片付けやってましたね昔はい <laughs> チューブさんのライブの設営から椅子運んで。 バイトって言われながら「はーい!」っつって「あの、いないのか?」って言われて「はーい!」みたいなやつをやってました <laughs> 声を出さないと怒られちゃうんでね「声出す声出せ」みたいな「危ないんだここは現場なんだ」っつって「すいません」っつって声出せ言われてました椅子運んだりあの最後にねボーンってあの水のうちらのいちごの夜でもありましたけど水がバーンと噴射する噴水があるんですけどあれすっげえ重かったです。 それを覚えてます <laughs> チューブさんの <laughs> チューブさんの時の、はい、そんなこともあったりあとは一番長かったのもあれですねハンバーガー屋ですねハンバーガー屋ではい、はい、これハンバーガー屋ですねはいチェーンチェーンのハンバーガー屋ではいバイトして大体作ってましたね僕はただあのー、お昼に行くとあのね面白いですねバイトの、まあ、おばさんっていうんですか、あのー、パートのおばちゃんみたいな。 鉄板であのー、焼きそばとか勝手に焼いちゃうんですよね。<laughs> で、あのホットドッグが <laughs> 時,効、ね、時効ですよね。これ時効ですよね。あれ、怒られてましたけど時、時効だけどもね、あの時怒られてたけど、わ、なんかこれドホットドッグのパンあるでしょ。あれに焼きそば勝手に焼いて <laughs>、焼きそばパンつって作って食べなって言われて <laughs>、もうどんだけ自由なんみたいな。もう、はい、そんなアルバイトを。 裏メニュー勝手に作ってたりね肉3枚ぐらいやったりとかワシャワシャとかやってね肉をこま切れにしてあのに肉焼きそばみたいなのが <laughs> 絶対ダメですけどね絶対ダメうん時効だけどねまあそんなこともあったりねなかなかねいい経験アルバイトはねお金儲けっていう考え方もいいんですけどまず社会に出る社会にこう触れるっていう意味でね高校生の人とか大学生の人を。 一体1時間私が労働するとどれだけお金をもらえるんだっていうのをねやっぱ一回こう勉強お金儲けっていうよりもまあ年上の人とお話しする機会があったりとかあとお客さんとねいろいろお話をする機会があったりとかありますんでアルバイト経験というのは必要非常に僕はおすすめしております是非社会への第一歩ということでアルバイトやってみてくださいバイトのね話ありがとうございますあとねなんか バイトねあとはもう月並みですけど薬局でねアルバイトしてましたから僕ははい薬剤師さんではい仕事してましたんではいおはようございますはいお大事にどうぞみたいな <laughs> アルバイトって面白い話ありますよねあのお薬を渡す時に必ずあの名前を書かなきゃいけないですねそしてあの住所とかあの処方処方まあなんか処方こんなのしましたよみたいなこっちにカルテを残しとかなきゃいけないんですけど えっとすみません住所を教えてくださいって言って僕が書くんですけど「あそこだよそこ」って言われて「えそこそこ」って「いやいやすみません住所を教えてください」って言ってだから米屋の隣とか「だから住所教えてください」ってなかなか教えてくれないおじいちゃんとかねあとあのー、うちあの肛門家だったんで肛、えー、門家なんであの座薬をねあの処方してたんですけど本当にケツのもんなんですねやっぱねつながって。 そこが肛門科で日本でね三本で指に入る肛門科の門前薬局だったんですけどあの座役ですって渡したときにこれ座って飲むかって言われましたけどねあそ座って飲むの座役じゃない,ってい,ねい座って飲むんかいみたいなこと言われたことあります面白いねはいバイトしてるといろんなことがありますよこんな感じでまだまだメッセージお待ちしております ツイッターで「#ZIP ケツメ」ですね「ZIP ケツメ」はカタカナ「ZIP」は英語ね「ZIP」英語でケツメはカタカナをつけてツイートしてくださいまたは ZIPFM のウェブサイトトップページにあるエントリーのバナーからイベントスペシャルコンテンツにアクセスして送ってきてくださいメッセージを送ってくれた方の中から抽選で大蔵のサイン入り番組特製ステッカーをプレゼントしますじゃあね宇宙発2曲目いきましょうかえー 解禁していきましょう。これもね、ハワイでやったんですよね。またこの空と空気が似合う、えー、そんなお酒の曲でございます。聞いてください。ボサノバー。ーーはい、えー、聞いていただいているのはボサノバーですね。ボサノバー曲を覚えろって話ですね。これボサノバーです。まあひたすらあのお酒で。 えー、お酒の名前でダジャレを言ってるっていうだけの歌です。内容はあまりないですね。はい。あとあのハッシュタグジップケツメで曲の感想とかもお待ちしております。よろしくお願いします。はい。お送りしてるのはねボサノバー覚えてもらいましたかな。大丈夫かなボサノバーでございます。このボサノバーのタイトルもバーは、えー、と B A R のバーで書いてますが、まあダジャレですね。といったわけで、えー、新曲まだまだかけていきます。よろしくお願いします。ケツメシ大蔵がナビゲートしています。月一番組ケツノ門ここで、いい匂いがしてきました。ありがとうございます。名古屋グルメ紹介コーナーでございます。今夜紹介するのは、10月6日木曜から10月の16日日曜日まで、名古屋市中区栄のヤバ公園。ヤバ公園。 で開催される名古屋グルメナンバーワンを決めるイベントでございます。名古屋グルメ選手権名古湾名古湾ですよ覚えてくださいね名古湾名古屋名古湾名古湾グランプリについていろいろ探っていきます。えー、お話を伺うのはイベントを運営する堺南地域活性化協議会事務局長の清水洋一さんです。こんばんは。こんばんはよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますみません僕もまだあのよく分かってないんですけれども。はい あの名護屋グランプリについて簡単に説明をしていただけますか、はいえー、名護屋グランプリは地元の飲食店の活性化と、えー、愛知県の地産地消の PR をテーマにです、ねえー、飲食店さんが名古屋グルメを新しく開発して、はいえー、名古屋の食の強みを発信していこうというイベントなんですね。ね、はい もっと発信しちゃうんですね、はい、であ,のありがちなあの審査員による投票じゃなくて来場者が食べて本当においしいと思ったものに投票していただくということで最終日に今年の名古屋グルメナンバーワンを決定するというイベントです。なるほどこれが会場が名古屋市境のナディアパーク南の岩場公園。と、はい、いうことですね。はい、6回目の開催と聞いたんですけど、はい、昨年までの手応えとか。 えー、おかげさまでですね、お客さんも年々増えて、えー、とにかく出店者さんがいろんなメニューを開発して、はいねえー、会場を盛り上げていただきまして、えー、こういった番組でもいろいろご紹介いただきましてですね、えーまあ、かなり認知されましては<ー>、えー、手応えは感じております。すすごいですね。 店舗ですかごいですでもこのメニューを考えるのも大変だしこの運営も結構大変なんじゃないですか、ね、え運営はまあ大変ですけどあの21店舗さんがいろんなメニューをですね、はい、8月やまあ1年ぐらい前から一生懸命、えー、頭を悩ませて、はい、えメニュー開発をしていただいてるので、はい、本当に毎年年々おいしくなってますからしかも500円、えー、はい、500円ですよこれ。 もう本当に他のグルメイベントに比べてもう安いと思いますよ。はい、安いんですはね。本当、はいはあ、こ,このパンフレット見させていただいてるんですけど本当おいしそうなものばっかりでいいいやいやいや今年のちなみに見どころは、えー、実は昨年ですね、はいあのー、昨年の優勝があのカブら屋グループさんというところの、はいえー、名古屋大酒場だるまさんというところが、はいえー、豚ひつまぶしというので優勝したんですけども豚ひつまぶしですね。はい でこの店がですねその前のメニュー前の年のメニューが実はあ最下位の方だったんですね。でこのイベントはですねトップも注目されますけどあの後ろの方もですねいろいろ取材があってそれはそれで目立つんですよ。なるほどでまそこのお店さんはあの前年の屈辱をバねに社長さん以外みんな奮起して頑張ろうってことでメイクドラマが生まれたと翌年優勝と。 すごいですね本当に皆さん一生懸命やって頑張りましたそう優勝する前のその最下位だった時もこの豚ひつまぶしんですかいやメニューはあの別のメニューでした<ー>はいじゃあもう一回研究だとそうですねメニュー開発から1年かけてじっくり組み直したって感じですね、はあ、今回も出店されてるえされてますはあなんか1年間研究を重ねおいしくジューシーに仕上がりました秘伝のタレにつけながら炭火で一枚一枚焼き上げるこだわりの一品 <laughs> まあ皆さんこだわりの一品ですけどね、えー いやいやいやそうなんですねそんな名古屋グルメ選手権名古屋湾グランプリに出てするお店の方が今日は2店舗来ていただいておりますありがとうございます両手つたもの近野さんそしてゴミ取りというんですねなんかちょっと読め最初読めなかったんですけどゴミ取りさんのですね林さんに来ていただいておりますよろしくお願いしますいい匂いしかしてません本当いい匂いしか本当に あのそれぞれぞ名古屋では老舗のお店と聞きましたが簡単にお店の説明をしていただいてもよろしいでしょうかはい、料亭つたもさんからお伺いしてもよろしいですか、河野さん、お願いします。はいお願いします、えー、都心栄にありながら、閑静のたたずまいで風情漂う和室で、はい、創業100年、100年老舗、はい、100年です。創業100年の老舗料亭の熟練の技、四季の恵み、安らぎが感じられるお店です。 これはあの相当有名だとお聞きしたんですけどつたもさんなんか佇まいが素晴らしいというのは聞いてますあのなかなかこう重厚なというんですか重厚コーナーちょっと踏み入れがたいっていう感じはあります <laughs> いやでも今はもうやっぱりもう皆さんお気軽に認知されて、はい、なんか「つたもさんやるの?」みたいな感じらしいですねそうです、はあ、エビ天まぶしどんですけど プリプリの小エビを温かいご飯にのせ特製のどんたれをかけ磯の香り豊かな海苔と一緒に味わってください千田さんの焼き海苔を、はい、ええちょっとえび天まぶしの一発頂い,いてもこれまたラジオで味があの非常に非常に伝えづらいんですがです、ね、香りもいやーうまそうだなこれはあの天むすってありますよね、はい、こっちですこれもエビですよね そうです。じゃあいただきます。はい、あカメラ目線で一応、はい。<laughs> すみません。ありがとうございます。あ、美味しそう。あ、美味しそう。美味しそう、ね。いますうまい。あ、りがとうございます。<laughs> 普通にうまいです、ねうんまあ。うまいですね。はい、うまいにきま。あ、うまいです、ね。両手、はい、のエビ天が五百円でいいんですか。 ダメです。<laughs> 冗談です。ダメだめなのね。だめ、冗談ですよ。美味 <laughs> しい。皆さんに味を知ってもらうためには。なるほど。うん。これはね。食べてもらいたいですね。はい。ぜひ食べていただきたいので。はい。よろしくお願いします。よろ,ます <laughs> よろしくお願いします。このなんか。マップもありますからね。こう。名古屋グランプリのこう。ここにこんな店がありますみたいなんで。 はい美味しくいただきましたありがとうございます後でもうちょっと食べさせてください、はい、ありがとうございますそしてそしてエビ天まぶしどんに続きまして美味しそうなラーメンが目の前にありますゴミットリスさん説明をよろしくお願いしますはいどうも、えー、こちらはですねあすみません名古屋の新生田が今年で60周年を迎える60年です、ね、はいえ居酒屋でございますはいそちらが作る新名古屋ラーメンということではい、はい、名古屋高知のパイタンスープとはい 名古屋の味噌、そしてまた名古屋の台湾を使ったですね。台湾ミンチを使った名古屋三昧というラーメンを作りました。名古屋三昧、本当に名前を聞いた。もうダメですね。もう、食べないですね。そうですね。ぜひお願いします。じゃ、いただいてもいいですか。はい、すみません。こちらに参ります。あ、はい、失礼します。失礼します。失礼します。いただきます。見た目からこれ、あ、写真を撮るんですよね。はい、お願いします。すみません。お願いします。そうです。これは。 これはうまい。ツイッターの今写真をこれはぜひこの香りがたまらなくいいんですかね。これはねうまいです。いい時間ですね。この夜に炭水化物いやこれはねこの結構辛いですね。はい。あ辛いの好きなうんうまい。 この肉そぼろ台湾ミンチこれうまいっすねありがとうございますいやこれはうまいほんとにああいいっすね食べたいっすねもうツナモさんが白湯の濃度がいいと思いますねうん濃厚ですねほんと濃厚ですはい今日わざわざコンロまで用意していはいて当にすいませんケータリングしました

これあちなみに会場内の自動販売機で金券チケットこうやり方があるんですね。そうですね。ちょっとご説明いただきますか。会場内ではですね、はい、あの電子マネーと、はいえー、自動販売機でチケットを購入していただいて、はい、商品を購入していただきます。はい、で電子マネーまあ十二シル使えますんで、はい、あの皆さんお使いの真ナカであるとか、はい、楽天エディーとかそういうの使いますのではい。いやなるほどでこの。 投票券は参加メニューや生ビールのカップに投票券がついて、投票券がシールで付いてます。で、ね、それを切り取って会場の専用、はい、投票箱に入れていただくようなシステムですね。もうすぐ順位って分かっちゃうんですか？えっと毎日一応記録しててですね、うんはい、最終日の九、えー、時ぐらいに夜の九時ぐらいに、えー、全部集権が終わりまして決定します。あドキドキですね。ドキドキです <laughs> あのご自身のこの自信といいますかこう。 実は6大会中5回で出るんですあ四4回ですねすみませんラーメンでラーメンじゃなくてはい毎年うちは新商品でやってますメニューはお店では食べられないんですかここでしかこの名護屋グランプリしか食べられないはいで今回うちはその名護屋でしか食べれないものとお店でも提供をちょっと考えてますおおなるほど皆さん名護屋用の特別メニューですね開発してますねすごいですね 気合の入り方が違いますもんね違いますもう勝ちに来てますから皆さ勝ちに本当にガチで勝ちに来てガチですよねガチですよねレベルが上がりますよねもう本当ガチで最終日はもう本当に表彰式終わるとみんなもう健闘をたたえ合ってもう涙するというような本当に感動のドラマ感動のメイクドラマがやっぱ今年も生まれるんですかね生まれますねじゃあもう一回ちゃんとあの開催場所と時間をお願いします会場は名古屋市中区栄のナディアパーク南のヤバ公園ヤバ公園です 時間は平日が16時から21時30分、はい、え土日祝日が11時から21時30分ですはい。ちょっとちなみに何位ぐらいとかあるんですか一位しか狙ってないですかそれはもちろん狙、ね、<laughs> うなら狙、ね、うならもしろじゃあ本当はいえっと、10月の6日から16日まで、はい、もうすぐですねはいもうすぐです行きたいな行きたいなこれは 名古屋市中区栄の耶馬公園で開催される名古屋グランプリ選手権名護屋グランプリについてご紹介しました最後に一言ずつちょっと頂い,いてもよろしいですか蔦萌さんもの今さんはい、えー、今年はもう本当に1位を狙って頑張ります、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします皆さんぜひ足を運んでくださいはい来てくださいそしてごみ取りの速さお願いしますはい、えー、皆さんあの名古屋のうまいものが集まってますので、はいはい、21店舗出てます、えー、ぜひ来ていただいて、はいい名古屋コーーチラーメン 新名古屋ラーメンも食べてください,、はい。ありがとうございました。じゃあつたものこのさんゴミ取りの林さんありがとうございます。そして清水さん本当に今日はありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございま,すざいました。皆さんで名古屋グランプリいきましょう。ピー うん、すいませんね曲の名前を言うの忘れてましたねもうね美味しすぎてあのいろんなことが飛んでしまいましてあのー、この曲はですねアルバムの中から「僕らのために」という曲でございます「僕らのご飯は明日で待っている」という映画の主題歌になっております1月7日から映画が始まるスタートということですねこの曲は「僕らのために」でございましたさあ皆さんで名古屋グランプリ名古屋名古屋ングランプリかはい是非遊びに行ってください本当に美味しかった ありがとうございますこの時間にねあのツイッターでは「飯テロやめてください」とかはい美味しいんですよ是非この時間にねお腹空いてきますよね山新さん山さん山正さんかな腹減ってきたそりゃそうですよねはいありがとうございます本当に美味しいんで是非皆様「名古屋グランプリ」足を運んでください曲は僕らのためにでしたさあということでおおきにの「 時間がやってまいりました決めであいうえお作文でございますねありがとうございます送っていただいてありがとうございますいきましょうえっ、ー、と北海北海道ありがとうございます佐藤君ありがとうございます、えー、北海道からねありがたいですね他県からね遠いところありがとうございます久人君の作品決めであいうえお作文ですけけんたいきつ つついいい喧嘩メール来ないまあどこのカップルでもあるでしょうねこれはねもう本当に喧嘩だけはねつきませんからまあ付き合う結婚したらまああのあの協会の鐘が鳴ったら、えー、試合のゴングだと思えっていう人もいましたねはいはいもうこっから戦いが始まってるではい、まあ忍耐まあ、許し合う気持ちっていうのは非常に大事かなと思いますけどね 結婚彼女彼氏何でもこう押し付けすぎるのも喧嘩のもとになりますんで許し合えるこうお互いの気持ちを尊重できるような、はい、メールも送ってあげてくださいよろしくお願いします続きましてえー、っとこれかなえ来、ー、ましたねえー、っとですね「大阪市東住吉熊崎くんありがとうございます」東住吉正樹「ケツメであゆえを作文」。 結めいし15周年我が夫婦も15周年結命愛は変わらないがつ妻の体型はめめっちゃ変わっただいぶ頭でっかちな結め愛うえ作文ですが15年も経てばね変わるんですよそりゃ変わりますまあお互いにですからね老化というものがありますからはいはいお腹は出るでしょう トレーニングしてなかったら僕ちなみに若い時より痩せましたね僕はあのちょっと細くなりました昔が75ぐらいあってもうベンチプレスばっかりやってた時期があってもうあのプロレスラーみたいな体験になってたんですよそれで最近やっぱ30を超えてマラソンにちょっとはまってきましてこの重い筋肉は邪魔だなと思ってそれからあの回数を結構重ねるトレーニングに変えてはい あとは最近ビールをハイボールにしております。そうすると本当に痩せます。はい、ぜひお試しあれ。ありがとうございます。ケツメで、ああいう作文、まだまだあります。千葉県の俊太くん、中学生。ありがとうございます。ケツメで、ああいう絵を作文。ケ、毛が潮風になびいている彼女。つ、尽きることのないあの子。目、目にも潮の匂いがあった。 なるほどちょっと若干文章が <laughs>、ええ、文章がね、まあ、中学生だからね頑張って書いてくれねいたんでしょうねあの頃に彼女がね尽きる尽きることのないあの子中学生で海に行っちゃうんだね彼女連れてまあ千葉県だから近いですから海がねはい行って目にも塩の匂いがあった塩塩です塩ね目にも塩のにいが なるほどありがとう中学生がねこんな夜にねラジオ聴いてくれてありがとうございます僕もね中学小学校6年生ぐらいからこそこそ親に隠れてラジオ聴いてましたねなんかそんなことを思い出しましたありがとうございますえー、っともう一つ最後「ケケツメで」の歌をガンガンにかけて「ツ,ツアーに参戦して。 めメンズの汗のカレー臭にむせました高齢化でしょうかなるほど若干高齢化入ってるかもしれない<笑><笑>はいまあまあ、あのー、ファミリー層が増えてきたりとかはいあとまあ15年も例えばねファンの方もはい超えたりまあそれこそねいや本当そうそうですよね15年経っちゃはね、はい、もうそりゃそうですよ老けますよね匂いも、うん、カレー臭まあねライブ中はやっぱ汗かきますからね まあでも隣の人のためにエチケットなんでねはい匂いの方もよろしくお願いしますたくさんありがとうございます、えー、まだまだ募集しておりますツイッターの方でも「ハッシュタグ #ZIP ケツメ」ですよ ZIP ケツメはカタカナでまだまだ募集しておりますありがとうございます続きましてじゃあ曲かけましょうねこれはねアルバムのね曲順がこれまた非常に難しかったんですけど最後の曲になりましたねこれがねこれに最後にしようということでちょっとこうあのー、なんていう、ね 昔あの台所食器洗いのあのチャーミングリーンとかあったねああいう雰囲気のはいあのちょっとイメージしたような曲でございます彼女とかこう彼彼氏でね彼女とか奥さんとかをまあもう幸せな雰囲気で包み込ませるような曲っていうんですか自分で言うのもなんですけどまあそんなちょっとほんわかしたような曲になっております聴いてください「君とワンピース,ケケケケス,ス,ス ちょっとほんまかした感じではい流しておりますけどこの曲が「君とワンピース」でございますアルバムの最後の曲ですねこれねちょっとチャーミーっぽいでしょなんかねこううんなんかこうパッ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 ,パッみたいな感じがはいいかがでしょうかさっき喧嘩してる、ね、カップルとかいましたけどまあね謝ったもん勝ちですはい女性にはかなわないねっていうわけでそんなねアルバムがですね先ほどからもお伝えしておりますが10月の26日水曜日にリリースします。 それでですね、今年リリースしたシングル曲「さらば涙君と出会って友よこの先もずっとヤシの木のように」カラーバリエーションをはじめ新曲もたっぷり16曲でございますで2017年1月7日に公開される先ほどもかけ,てかけましたね「僕らのために」ですねこれがですね映画僕らののご飯は明日で待ってるの主題歌になっててるになおりますあとですねこれ3形態あるんですよねアルバムがこうブルーレイ DVDCD 月で,ですねこんな感じでやってるんですけどあのー、映像特典でですね先ほど話したハワイのあのー、ライブの様子も見れるとはいあとはあのミュージックビデオのメイキングなどなどなども入っておりますんではいこれはちょっとねハワイの見ていただきたいですね是非お願いしますあとは来年全国ツアーやります是非もうあのー、待ってますよ名古屋の皆さんねえちょっとラジオの来てくださいよねライブねアルバムを聴いて曲を覚えて是非 えー、来てくださいもうアルバムもねね枚目ですから、ね、いやー本当にねやってきましたがあとですねなんとなんと僕また名古屋に来させていただくんですが ZIPFM23 周年でございます23周年スペシャルイベント ZIP ダンスパーティー開催でございます2016年の9月の30日プラチナム名古屋でもございますプラチナム名古屋でやりますよ出演は私僕んでまあねそゃそうですね僕大蔵フロム決 f 師で 参加させていただきますもちろん DJ としてね今回はあのイベントダンスパーティーですからねダンスダンス皆さんが踊っていただいて楽しい23周年を ZIPFM の,、えー、のね23周年お祝いしたいと思いますんで詳しくはですねホームページはい ZIP さんのねウェブサイトを見てくださいそちらの方に細かく書いてあります夜は8時から24時までこれねクラブなんでねやっぱ皆さんおしゃれしてきてくださいはい決めしの T シャツも ままあまあ嬉しいんですけどそれはライブ用なんでねライブ用なんで夜のパーティーダンスパーティーはバッチリやっぱねドレスアップして女の子もなんかヒール履いちゃったりとかねかっこいい格好してかわいい格好してぜひあの遊びに来てください2016年9月の30日来週ですよよろしくお願いしますってな感じでまだまだケツの門は続きますそして曲いき、ね、ましょうねいっぱいかけたいんでね これ,ですね、これ「ですねこれディスコ部長」っていう曲あるんですがこんなディスコ好きなパーティー好きなお昼は真面目に仕事をしてるけど夜はディスコキングになっちゃうそんな部長の曲でございます聞いてくださいディスコ部長はい、えー、聞いていただいてるのはですねディスコ部長でございますね。 まあこの部長がさてこのままどうなっていくのかはい踊る格好してきてくださいよ9月30日プラチナム名古屋でお待ちしておりますではここから「桃色川柳」のお時間でございます来ましたね土曜日の深夜でございますこの時間は「桃色川柳」と題しまして艶のある下ネタ川柳を紹介していくコーナーでございます五四五で自由に読んでくださいオールジャンル OK でございます はい、じゃあもう早速いきましょう皆様の「桃色川柳」まだまだ受け付けてますよろしくお願いしますでこれね「な朝日お終わり朝日あこれか「終わり朝日というもんですね「終わり朝日ひ」の龍介さんの「桃色川柳」「パンチラに心しみる秋の風」うんなるほど秋の風がはい非常に心地よく そしてパンシュラーに心しみる秋の風なるほどさらっとねありがとうございます続きまして名古屋市のミドリック賢人さんの「桃色川柳」はめられた彼女の姉貴にはめられた何があったんでしょう非常に気になりますこれあのダブルミーニングですからねどっちだったんでしょう何があったんだろう いいいいろろ教えてたただきたい続きまして神戸市垂水区林香さんの作品「桃色川柳」「秋ですねおっきい松茸売っていた」はい季語入ってますね季語、はい、入れてくるところが秀逸かと松茸ってやっぱそういうなんかあるんですかね妄想してしまうところが、はい、皆さん、はい、秋といえばナスもね 秋の季語と聞いておりますがはい「茄子松つ松け」「まつた非常にありがとうございます桃色川柳続きまして桃色はねこれねこれあれどこ行ったかなもう一個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 ,う一個,う一個秋ですね一個読みたいのがどこだ出てこ,出てこい出てこい出てこいあっ違う出てこいほら出てこい 桃色川柳あれほらほら、これはこれはないねないもう一回、もう一回、もう一回行っちゃったもう一回、どっか行っちゃったあった、あったあった,あった <laughs> どたまた感がありますね、はい、すみません、えー、和歌山県、綾さんの桃色川柳期待した勝負下着が無駄になるこれね、あるあるですよね 部屋とかをきれいにして今日はもしかしたら何かあるかもしれないとか構えとくと大体何もないですよね。で部屋とかを掃除しないでドタバタって出てきた時に限ってえっうち来んのみたいな <laughs> 何なんでしょうねあのこう勝負下着とか勝負する部屋みたいなのを作っとくとなんかそのオーラが出てるんでしょうね男性っていうのはねついついなんかこうムラムラ。 こうなんていうんですか中学生みたいな感じの <laughs> なんかもう何とかしたいぞみたいなこうが出ちゃうんでしょうね圧圧なんですかねなんかこう男性の圧っていうんですか女性もあるんですねやっぱこう期待した勝負した気が無駄になるあるんですかね女性の皆さん女性の気持ちだけはちょっと僕はいまだによくわかりません40年生きてきましたが男性として女性の気持ちがいまだによくわからない奥が深い、はい そういった川柳もあったらいいなと思いますあ、曲行けって言われた <laughs> はい行きましょうかそうですよねじゃああのこんなムラムラ圧のある皆さんの情熱度を測りたいパッション度を測りたいということでアルバムの一曲聴いてくださいそのままですパッション決めし いやいやお送りしてる曲が「パッションでございますケツのポリス10」からの一曲でございました宇宙発こんな形でね書きさせていただいてありがとうございます宇宙発日本発世界発、はい、解禁日でございますアルバムの方どうぞよろしくお願いしますケツメイシ大蔵が名古屋 ZIPFM のスタジオからお送りしてきました月1番組「ケツノの門」でございますそろそろお別れの時間でございますあの先ほどの大喜利のメッセージですねありがとうございます次回のテーマはこんな 斬新なアルバムの宣伝プランを考えよう。斬新なアルバムの宣伝プランを考えようですねこんなアルバム、僕だったら、えー、名古屋の錦のクラブで、えー、一日テンション、一日テンション流して、はい、カラオケ、店長自らマイクを握る、そんなね、でアルバムの歌を歌っちゃうみたいな。なんかそんな斬新な、なんかできそうな、もしくは小ボケでも構いません。アルバムの宣伝プランを考えようでよろしくお願いします。クラブって言っても大人ない方のクラブでございますよ。よろしくお願いします。 さあさあさああとツイッターで「ハッシュタグ #ZIP」決めをつけてツイートくださいまたジ ZIPFM のウェブサイトトップページにある、えー、エントリーのバナーからイベントスペシャルコンテンツにアクセスしてどしどしメールを送ってきてくださいメッセージを送ってくれた方の中から抽選で大蔵のサイン入り番組特製ステッカーをプレゼントしますそして10月の26日水曜日アルバムの発売日でございます決めしで決まりました一日大特集でございます大蔵さんゲスト決定ありがとうございます今決定したそうです いや良かったありがとうございますよろしくお願いします10月の26日はこちらでケツメイシデイでございますそしてこちらケツメイシ大蔵がナビゲートする番組ケツノモは次回は10月の29日の土曜日夜11時からでございますどうぞよろしくお願いしますさあアルバムの感想などどん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 ツイッターお願いします僕も読ませていただきますそして今日もありがとうございましたケツメイシ大蔵でしたバイバイ素敵な週末を Get no mom.